はい、皆さんこんにちは。ネットビスアナリスト横田修林です。今日はですね、Google の翻訳アプリがバージョンアップしてですね、本当に神アプリ、すごいことになりましたので、今日それをですね、実際にスマホで試してみたいと思います。では早速ですが、僕のスマホの画面を出してみたいと思います。こちらになります。はい、ではですね、Google 翻訳ですね、こちらを起動してますね。ちょっと音を出しておきましょうかね。はい。音を出しておきますね。はい。まずですね、大きく3つ機能があるんですね。カメラとマイクと一番右側にあるぐにゃぐにゃぐにゃってなってるのは、これ手書きモードなんですね。で、ちょっとですね、手書きモードから行ってみましょうか。手書きモードを押しますと、下にこう手書きモードが出てくるので、ここで例えばね、こう入れます。例えば、こうやって手書きでですね、こうやってやるとね、もう辞書ってね、上に入るわけですね。で、当然これで右下の矢印を押すと、翻訳してディクショナリーっていうふうに出てきます。で、これ発音。ディクショナリー。発音も出ます。辞書。でこういう感じでね、出るわけですよね。で、さらにですね、今度もう一回手書きにしますね。今度逆もできるわけですよ。逆向きちょっと後でしましょうか。当然、英語からね、日本語もできるわけですね。で、例えば、何にしましょうかね。何でもいいんですけど。こうやってやるね。星ってやると。星。スター。こういうふうにね、出る。すごいですよね。だから手書きで、書いたものを、英語にしたり、日本語に訳したりっていうこともできるようになってます。で、すごいのは、真ん中のですね、このカメラなんですね。カメラ起動しますね。あ、マイクですね。これ両方つけたら、こんなことができます。あ、両方つけたらもう、そう言うと喋っちゃうので、ちょっと待ってくださいね。So you can this thing after missing this. 喋るとですね、そのまま入っちゃうので。そこ。はい、ちょっと待ってくださいね。喋るとそのまま入っちゃうので、黙っていきますね。おはようございます。Good morning. Good morning. Good morning. おはよう。おはよう。今日は寒いですね。It is cold today. It is cold today. Me too. Me too. Me too. お腹が空いてきました。Stomach has been hungry. Stomach has been hungry. 私もです。So am I. So am I. では、ラーメンでも食べに行きますか？Do you go to eat ramen in? Do you go to eat ramen in? はい、こんな感じですね。もう喋ったことからリアルタイムにこう訳してくれるんですね。すごいですよね。こんなこともできます。で、最後に、このスキャンのを見てみたいと思うんですけど、カメラを起動します。で、このようにですね、これ僕の師匠の滝井さんのですね、ニュースレターなんですけど、これを例えばこうやって配置しますね。で、これをさ、その下の、スキャンというボタンを押すと、BBBB というスキャンが始まるので、ちょっと見てほしいんですね。はい。今、スキャンが終わりまして、これが全部ですね、テキストで今、ハイライトが出てるのわかりますかね。で、指でテキストをハイライト表示しますって、例えば、こういうふうにね、ここニュースって出てますよとか、こういうふうにわかるわけです。ね、例えば、ここね、ここ。皆さん、こんにちは。キーワードマーケティングって書いてるのをちゃんと、Hello Everybody キーワードマーケティングっていうふうに、訳してるわけですね。だから、これでもう全部、なぜ難しい広告はって、Why Difficult Ad っていう感じで、全部ね、こういうふうに出てくるわけです。これを全部、すべて選択にして、訳す。とですね、こんな感じで全部出たりもするわけですね。いやー、本当にね、すごい
紙アプリだと思います。Google 翻訳ね、ぜひ皆さんも使ってみてください。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。よし、切れない。切れたか。